男と女はこれの繰り返しよね。というわけで、及川早苗が恋人じゃなかったことだけは確かです。いずれにせよ、あんな不愛想な男にまともな恋人なんかできるはずないんじゃないかな。あ、いやいや、これはあくまで中学時代の彼についてです。ひろこさん、一つだけ質問。あなたはあいつのどこが良かったの？